はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、給料日の食事ということでやっていこうと思います。給料日の食事なんですけども、彼女との、デートのために節約をしながらでもたくさん食べたいということでやっていこうと思います。今日の、メニューは、まず自分がですね、釣った、カマスですね。カマスとアジ。そして、唐揚げ作るので、鶏の胸肉買ってきました。はい。今、40分ぐらい炊き込みました。早速ね、やっていこうと思います。これからね、揚げていくんですけども、温度計も買いました。これ温度計買ってめっちゃ良かったです。もう適温って書いてあるところでやっていくとすごくね、うまく失敗しないでできますね。さあ、それではですね、まず、カマスちゃんに、塩コショウ振りましょう。塩コショウを、で、裏面にも振っていきます。で、アジにも、振って、はい、まずは片栗粉ですね。片栗粉に、しっかりつけていきます。このアジは、片栗粉だけにしようと思います。キッチンが狭いとなかなか大変。さあ、今度は卵につけていって、あ、いい感じになりましたね。よし、卵につけていきます。ちょっとこれ全部つけちゃおうか。全部つけちゃおう。もうつけたらパン粉につけていきます。はい、パン粉つけましたのでこれから揚げていきます。はい、じゃあ揚げていきます。ちょっと温度高いな。だいたい今190度ぐらいですね。ちょっと高いですね。今ちょっと火力弱めました。このカマスもうまいんですよね。結構好きですね、カマスも。あ、いい匂いしてきた。だいたい180度で、揚げてます。さあ、いい感じなので揚げてみましょう。いい感じ、いい感じ。味もいっちゃいましょうか。いいよ。アジは結構よく、火を入れないと骨がやっぱあるんで、結構よく、やってますね。泡の音とこう泡の感じでちょっと分かるんですけども、もうちょいですね。うわ、やべ、だいぶ上がってきちゃった。かなり今高温になってました。よし、もういいですね。 OK、 はい、あげます。いい感じですね。ちょっと油がかなり高温になっちゃいました。はい、今度唐揚げをですね、揚げていこうと思います。お、いい感じ。今日唐揚げに、お砂糖をですねちょっと入れました。彼女が教えてくれたんですよね。彼女は唐揚げに砂糖をね入れてるっていうことなんで、まあ、少しですけどね、少しだけ僕もね今日入れてみました。あとカレー粉もね入ってます。カレー粉は僕は結構入れることが多くて、まあ本当少し入れるとカレー風味で美味しいんですよね。はい、これちょっと片栗粉つけていきます。でかい。
いいですね。ちょっと、二度揚げしましょう。二度揚げ。さあ、もう一回揚げましょう。二度揚げ。うん、いいですね。揚げましょう。はい。そして、第2陣いきます。おかずが完成しました。カマス、アジ、唐揚げ、まあ、ミックスフライみたいな感じですかね。これに、千切りキャベツもありますので、野菜もちゃんと取ります。はい、できました。それでは今から食べていこうと思います。いや、改めて、こちらですね。すごい量ですね、これ。そして野菜、はい、でご飯大盛り、これは唐揚げにつけるタレというか、マヨネーズ、からし、醤油ですね。はい、で今日が今日の、このメニューですね。鶏の胸肉がですね、339g で、285円税込みでした。そして、千切りキャベツがですね、105円の、これ半分の量なので、まあ、約50円として、335円でした。はい。で、カマスは、自分で釣ったので、まあ、0円ということですね。はい。あと、ご飯は、実家から送っていただいているので、もうお米はですね、実家から送ってもらっているので、はい、それで無料ですと。そして、ごめんなさい、お酒がありました。お酒、ちょっとノーカットですから今日はね、ちょっとごめんなさいね、ノーカットなんで、ですね、お酒いくらだったかな、よいしょ、多分210いくらだと思います。はい、ちょっとね、まず乾杯したいと思います。このグラスにですね、じゃあ皆さんもお仕事お疲れ様でした。乾杯。うまいっす。早速いただこうと思います。いや、もう本当に、くちゃくちゃとか言ったらすいません。いつも、ね、食事の時にもうくちゃくちゃ言ったら絶対カットするんですけども、今日はノーカットなので、はい、すいません、気をつけて食べます。まず野菜から、うまっ、からのかます行こうかな。かます、この大きいやつ、かますいきます。うん、うん、うん、めっちゃ美味しいです。うまっ。うん。あ、美味しいこれ。カマスも美味しいな。うん。まあ、15分ぐらいにしようかなと思ってるんで、はい、ノーカットなんですけども、もしよければお付き合いください。うん、
次唐揚げいきましょうか。唐揚げいただきます。うんうん、美味しい、うまい。皆さんあれですかね、給料日の日はなんかいつもと違うご飯とか食べますかね。もしありましたら教えてください。うまっ、おいしい。やっぱりこう給料日なんですけど、ちょっと彼女とのデートもありますので、お金をあまり使わないようにしようと思って、でもお金使わないんですけども、でもたくさん食べたいということ、でもたくさん食べたいということで、こうやって唐揚げとかですね、自分が釣ったものだったら、だいぶ安いですからね。自分が釣ったのはもうお金かかりませんし、唐揚げだったらこの胸肉なんですけども、胸肉安いですよね。本当に安いんで、安くて美味しいんで、すごくいいと思います。カマス、うん、美味しい。マヨネーズで、うん、野菜も美味しいっすわ。ノー編集なんですけども、ノー編集とかノーカットかノーカットなんですけども、3000人を達成したら、ライブ配信をするっていうことなので、はい、それに向けて、こういった、練習って言ったらですけども、そういったことも大事かなというふうに思いますね。うん、ライブ配信っていうのはもう生放送ですからね。はい、だから今日の動画見てもらえば、僕が普段どれくらいカットしてるのか多分分かると思います。はい、もうカットしまくりなんですよYouTube4 年目なんですけど、いまだに、うまく喋れないというかはありますね。はい、話が別に話が
うまいからやってるわけじゃないんですよね。まあ自分が YouTube 必要だなと思ってやってるんで、はい。いやーうまいな。でもカマス、それにしてもカマスって、でもあんまり釣り人じゃないとあんま食べなくないですか？カマスって食べることあります？今日はビール1本にしようと思います。先週ですね、先週は、水曜日と、あと日曜日か、に、お酒を飲んだだけで、それ以外は、飲みませんでした。まあ、仕事から帰ってきて、お酒飲まないで、YouTube の動画編集をしたりとか、最近してます。まあ、動画投稿本数も結構、多分増えてきてると思うんですけども、もう絶対今年は100本上げるって決めてるので、もうどん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 上げていこうと思います。唐揚げ。うん。美味しい。カレー粉をですね、ちょっと入れてるんですよ。あとお砂糖も入れてるんですね。まあ、お砂糖がちょっとでも甘さもあるかな。うん。美味しいですね。カレーの風味がちょっとふわっとこうしたりとかするので、カレー粉を入れるの結構おすすめですね。ちょっとだけ入れるのがすごくおすすめだと思います。そしてアジ、これ美味しいんですよ。あ、うん、サクサク。思いました。あ、でもカマスうまいっすわ改めて思いました。カマス美味しい。うん、うん、もう15分になっちゃうんで、はい、あれですけども、今日はノーカットですね、見ていただいて本当にありがとうございました。普段はですね、だいたいこう例えば10分の動画を
撮るのに、ほんと16分とか17分とか撮影をして、5分ぐらいはね、こう切ってるんですよ。はい。まあ、こういったご飯をですね、こう食べたりするのは もっとですね、ご飯を食べたりするのはもっと長くですね、撮っているんですよ。だから、まあ、こういった、お見苦しい点があったかもしれませんけども、はい。今日はノー編集でやらせてもらいました。はい。ソースをつけてみました。はい、ということで、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。これから全部しっかり、耐えますので、はい、ご心配なく、ということで。ですね、まあ、給料日の、食事ということで、やってきました。はい。まあ、給料日ですけども、しっかり節約をして、ですね、ですけども、いっぱい耐えましたということで、はい、見ていただいてありがとうございました。はい、ということで、この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。